飛び出せ動物の森アミーボプラスクロコの彼氏ですね。おはようございます。今日もなんか天気が悪いですね。まずはお手紙からプレゼント付きの、お、ジョニーだ、そうだそうだ、ボンジュール、あなたのおかげで今私はフランスにいます。エッフェル塔のある景色とても素晴らしかったです。これをお土産に送ります。ということで、前回ね、波乗りジョニーが海に倒れていたということで助けてあげました。そのお礼ですね。フランスだから、なんだろう、フランスっぽいお土産をくれると思います。オペン、エッフェル塔、おう、想像通りだ。せっかくだから飾りましょうか。こっちの方にエッフェル塔、うん、はい、ありがとう。じゃじゃーん。ということで、今日はまずですね、こっちの方に新しい住民が来ております。その名もスワンソンということで、多分鳥ちゃんでしょうね。早速ご挨拶しに行きましょう。お邪魔します、スワンソン。あーあーあー、クロコ的な、あらら、まだ片付けも済んでないのにせっかちね。逆に、え、あなた宮戸っていうの、素敵な名前じゃない。私はスワンソン、今日この星の村に引っ越してきたばかりなの。明日にはこのお部屋も片付いてるから、またゆっくりお話ししましょう、宮戸くん。ナッキーがアヒルだったからさ、アヒル来たの？そういう気遣いはいらないぜ。やっぱりこの村はメープルちゃんしかいないな、まともなやつ。怪物ばっかりだよ、もう。つーことでどうすっかな。メープルちゃん探しに行くかな。何しよっかな。まず買い物しに行くか。今日は豆吉かな？粒吉だった今日も。お、タイムセール？そんなことやってんの？あ、これは、調味料入れ。前回ね、持ってたんだけど売っちゃったんすよ。まあ、キッチン作るって分かったらこれ、タイムセールだし買っちゃいましょうよ。で、あとはいらねえな、サボテンとか。で、アイリス。あれ、ミヤトちゃんこんなとこで会うとはびっくりだよ。俺もびっくりだよ。コンビニって入りやすいからついてきとんな格好できちゃうんだよね。うっかりおめかしした村のやつに会っちゃうと気まずいったらないやだもんね。コンビニだったらさ、お弁当とかさ、カップ麺とか置いてくれてもいいんじゃないかな。まあ、エイブルシスターズの下りも終わったし、あとはまだローンも返済してないから、タヌキのところに行く必要もない。あとは、フータさんのところもまだ用事がないから、やること特にないな。まあ、ツネ吉みたいなやつも来てないし、今日は。キャンプ場も相変わらずスッカスカだし、住民とお話ししてくるか、今日も。じゃあシルビア、お話ししよう。あ、ミヨト、ぼやっとしてたらもう夕方になっちゃったよ。早いよね、一日って。あのさ、あんたに頼みたいことがあるんだよ。おう、そんなもんか。びっくりした、俺てっきりなんかやましいことかと思った。ということで、クロコ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 、忘れないよ、いつまでもパトラッシュと歩いた。多分歌詞違うな。なんだかんだでクロコが毎日出てるような感じがする。お届け物でー。どうせ服だろ、で着替えないっつって後で着るんだろ、ほらスモック。幼稚園児か。あ、いる、いる、今着るの。体の色と同化してるよ。ギャップ狙ってるお前。ちょっと、いや、いらねえ、お前のお下がりとかいらねえ。太平太に怒られるわこれ。きっとあなたに似合うわじゃねえわ。太平太にあげてくるわこれ。どこだっけ太平太んち。
大ヘイターは、あった、煙が出てるってことは家の中にいるな。よう、クマ、あ、嘘、待って、言葉が出ない。ちょっと待って、どういうことお前、まず、おい、いや、ダメだろ、いろいろダメだろお前、え、いや、世間話しても男と女が一緒にいるだけで噂になったりするけど、おいらはよくわかんないぞ。え、下焼けとシルビアが怪しいって言ったら、全然わかってないって笑われたんだ。え、下焼けとシルビアってそういう感じ、うん、わかんなくなってきたぞ。ちょっと待って、お前は黒子と付き合ってんだろ、で下焼けとメープルがいい感じなんだ、でお前曰くシルビアと下焼けが怪しいと、でも俺はメープルちゃんを狙っていて、そのメープルが今タイヘイタのところにいる。は？ちょっと話聞かせろよ。まあ、ミオさんもタイヘイタさんに会いに来たんですね。いや、タイヘイタさんと遊びたい放題ですね。いや、ちょっと待って、おい、待って、おい、お前ら帰るね、俺、ごめん、なんか。衝撃的なものを見てしまった、ショックすぎる、多分いろんな人が傷つくと思うぞ、今回のこの事件は。どうしよう、心の拠り所がないよ、どうしよう。意外とお前がいいやつだったりするのかなあ、俺ずっとお前のことを勘違いしていたのか、お前が意外と普通なのかもしれない。元気だよ、おしゃべりしよう。うん、僕はね、ミオト君、記録に残らなくてもいいから記憶に残るような存在でいたいんだ。それで誰かを勇気づけたり励ますことができたら最高だなと思うな、トスコイ。ということで、ローンの返済をしていきましょう。ちょっと稼いできたんで、多分返せると思います。5万8000ベルなんでね。おら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 。分割になってしまいましたが、無事、払い終わりました。よかった、お家のローン全部払い終わったー、ためー。こんにちは。あれ、匠さんがいない。一回きりだったんだね。あ、ミオトさん、どうもどうも。隠し倉庫のローン全部払ってくれてありがとうございました。だな、もう。またしてもきっちり払ってくれてたこと、目つきがやらしい。ってことで、もう増やせるのは、地下室だけな気がする。広げることも可能だけれども、増やせるものは全部増やしちゃいましょう。地下室だけですね。42万8000ベル。高え。高えけどお願いしますわ。頑張るわ、じゃあ。しょうがねえな。ありがとうございました。ドデーン。ということで、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。なんだか住民たちの関係がごちゃごちゃしてまいりました。いつか相関図を作って整理したいと思います。ということで、本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。